これがアメリカのハンバーガーショップか。ハンバーガーでか。すごい。雑誌やテレビで見たことはあったけど、本場のハンバーガーは本当に大きいんだね。私のために？さすがマイカ。それでマイカのおすすめってどれ？裏メニューってなんだかかっこいいじゃん。へえ、ボリュームたっぷりのハンバーガーなんだね。いいね、私はそれにしようかな。いいわね、私も同じものにしようかしら。じゃあ私も。それにしてもちょっと混んでるね。どこの席に座ろうか。あっちに行きましょうか。窓側の席が空いているみたいよ。マイカ、人が多いから気をつけてね。ちょっとすみません、通ります。いた。しのぶ大丈夫？いった。なんか向こうが突然ぶつかってきて。はあ、なんか怒ってない？早口すぎて何言ってるかわかんないんだけど。何？私がぶつかったって言いたいの？そっちがいきなりぶつかってきたんじゃん。しのぶ落ち着いて。Are you OK？どうしよう。まあ、もしかしてうまく収まったのかしら。笑ってるし、マイカがうまく言ってくれたのかも。昔はあんなに小さくておとなしかったのに、こんなに立派になって。マイカ偉い。お姉ちゃんは感動したよ。ほら、しのぶもちゃんとお礼言って。ありがとう。もう愛想がないんだから。ごめんね、マイカちゃん。さすがマイカちゃん、よくわかってる。誰が照れ隠し。てか、変なところで意気投合するな。